はい、こんにちは。メルエッグの白雪です。超マニアックなエッグアートの制作動画を配信しています。だんだん出来上がっていく様子をお楽しみください。今回は不思議の国のアリスのイメージでエッグアートを作りました。卵の中に入るサイズのアリスのお人形さん作りがメインとなっています。では、最後までお楽しみくださいね。 では説明していきますアリスのお人形さんを作っていきます、えー、使用した生地はモアレの生地です樹脂粘土を丸く丸めて、えー、各、えー、体のパーツを作って、えー、粘土が乾くまで待ってからあの顔に色付けしています、えー、今色鉛筆で えっと下書きしています。この後にえっと。フランス製絵の具のポーセルポーセーレンでえっともう一回描き足しています。目の部分と口の部分を描き足しています。えっと1回で描ききれないので、えっと色鉛筆で下書きして、その上からなぞる感じでお顔を描いています。 そして今は手の部分を作っていますモアレの生地を手に貼って余分な部分をカットしてこのようにして手の部分を作りましたそしてこのアリスのお人形さんは足が少しだけ動かせるようにしました22番ワイヤーを足の間に通して そしてボンド付けしています。そして今胴体にお洋服を着せています。はい、そして今、えー、お顔の部分をつけてから襟元にレースリボンを貼っています。そしてここもボンド付けしているので手にこうベタベタボンドがついてくると美しく仕上がらないのでその都度ウェットティッシュで えー、ついたボンドを拭きながら作業していきますそして今スカートの部分を作っていますこんな風にぐし縫いをしてギャザーを寄せてからお人形さんに着せていますそしてだいたいギャザーの感じが決まったら胴体の部分に数箇所縫い付けています このモアレの生地を、えっと、通販で買ったもので思ったよりもちょっとこう生地が厚かったですねもうちょっと薄いモアレの生地があったらよかったんですけれども、えー、今回はこの生地で、えー、作ってみましたそしてウエストの部分にもレースリボンを貼って今手の部分をつけています、えー 手の部分もワイヤーをつけて動かせると良かったんですけれども卵の中に入るサイズなのでちょっとあまりにも小さかったのでこんな風にしてみましたそして髪の毛をつけています、えー、この髪の毛は毛糸をえっ、ー、とよりの部分を一本一本ほどきながらよ、えー、りの部分をほどくとこんな風にこう ふわふわふわってした感じになるんですね。そして今ティーカップ、ティーポットを作っています。モールドの中に軽量粘土を入れて、そしてティーカップを作っています。で両方に入れて、そして合わせて、2つ合わせて、そして固まってから型抜きをします。 そしていきなり、えー、今回はこの部分からになってしまったんですけれども、えー、グースエッグというエッグアート専用の卵を使っています、えー。グースエッグはガチョウの卵で、普通の卵の約2倍くらいの大きさです。そして殻も結構厚いので、えー、丈夫な卵でエッグアートに向いている卵です。 中身,中身を抜いいてて売っています、えー、そして今、えー、エレガントカットシールこれは両面にのりがついたもの、えー、アルファさんという、えー、ところでアルファさんのものを使ってエレガントカットシールを貼りましたそしてこの上その上から今は、えー、とラメグリッターをかけていますね えっと、このエレガントカットシールのいいところは自分の好きな色であの色付けできるので、えー、とてもいいと思いますそして余分な粉を払ってから今つや、えー、出しに酢を塗っていますねそのまんまだとこうラメグリッターがこうパラパラと落ちてきてしまうのでちょっとこう光沢が少し、えー、落ちてしまうんですけれども こんな風にした方が。グリッターがキラキララメグリッターが落ちてこなくていいと思います。そして、これはシリコンモールドの中に粘土を入れて型抜きした葉っぱですね。その上から今えっと艶出しニスを塗っています。そして途中すごく端折ったので。 いきなりこのバラをつけるところに来ていますけれどもバラも同じようにシリコンモールドに入れてバラを型抜きしてえそして今上のののと下の蓋の部分につけていますそしてトップの部分には、えー、と先ほど作ったティーポットをと,、えー、とティーセットをつけています。 ティーポットは固まったらアクリル絵の具で塗って、そして艶出しニスを塗っています。そして、えー、ティーカップの方は、リカちゃんのおもちゃの、えっ、ー、とお,にお人形さんのおもちゃのこうティーカップセットがあるんですね。それにアクリル絵の具を塗って、えー、それから艶出しニスを塗って、 色を揃えてこんな風に作りましたそして、えー、バラのお茶会のイメージなので中の、えー、紅茶というか飲み物はローズティーをイメージして、えー、ピンクにしてみました、はい、そしてこんな風にボンドでバラを下の部分にも貼っていきますそしてこの アリスのこの金具なんですけれどもアリスと時計の金具をアクセサリーショップで見つけた時はとても嬉しかったですあ、これでアリスのエッグアウトできるなって思ってやっと作ることができましたはい、こんな風に付けてからこの上からこのバラの中心部分にちょっとこうラメ ラメのりキラキラのラメのりをつけてそして、えー、アクリルニスを塗って仕上げてありますエッグにのせるのでなるべく重さがない方がいいので軽量粘土を使っているんですねで軽量粘土だとちょっとこうツヤ感が足りないので上からニスを塗ってツヤ、えー、感を 出しています。これはラメのりを塗り重ねているとこですね。ちょっとこう中心部分にこんな風にキラキラってしてあるとグレードが上がってくると思います。で、バラもピンクと、えー、赤2色にしてみました。はい、どうでしょうか？ 今回は夢中になりすぎて詳しく載せれなかった制作過程を次回は普通の卵のサイズで作ってアリスの世界をお届けしたいと思います。レ、え、ッ、ー、アウトを作るのはとても時間がかかります。決まった日時にアップするのは難しいのでメルマークのお知らせをタップしてくださいね。お知らせが届きますのでぜひお願いします。では次回。 楽しみにお待ちください。波喜久吉さん風にバイナラ。ありがとうございました。